ソフトバンク、ロッテ、楽天、CS ライン表、10月5日。CS 関係ないシューターはもう試合ないし残り試合面白くなるな。ソフバン4位は、楽天全勝ロッテ2勝1敗ソフバン2敗、オリガエチ勝2敗でソフバンだけに勝てばあり得る。まだソフトバンクに4位の可能性あるのやべえな。ソフバンの4位は最終戦で由伸が登板するなら割とあり得る。ロッテが今日負けてソフバン明日勝てばソフバン2位か。ロッテ2位はロッテ残り3戦全勝でソフバンどちらか1敗すればだね。ロッテ CS 確定は3戦のうち2勝かな。ロッテはオリックス戦2つ落としても楽天戦にさえ勝てば CS。 楽天3位は楽天残り全勝ロッテ2敗。楽天はもう残り2つ勝つしかない。石井は最後にめくって返してやってほしい。早川見るとソフバンに田中則本当てたのは仕方ないね。やっぱり楽天は先発の余裕がない。ソフバンは去年ほぼないことをやって負けたからな。まあ明日楽天がソフバンに勝たんと話は終わりだが。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録